それではチュロス食べたのでアラビアンコースト出てロストリバーデルタ入っていきます。ジャスミンのフライングカーペットもシンドバッドも列が長いね。うお、フライングカーペット15分待ち。やっぱりね、今日見た感じ子連れ多いと思う。何なんだろう、月曜日じゃないよね、火曜日だよね。そしてジャスミンのフライングカーペットの奥から2023年オープン予定の C の新エリアが見えます。いよいよそこなんですよ。あと2年、あと2年。ここだよ、ここですよ。ラファエロさん興奮。ファンタジースプリングスよ。ファンタジースプリングス大きいですよね。楽しみですね。はい、そしてここからロストリバーデルタ入るんですけど、残念ながら今日はレイジングスピリッツがお休みです。あ、お休みなんだよ。そうなんですよ。あ、そっか、残念。だからその分他のアトラクションが待ち時間伸びちゃってるのかなみたいな。うん、それありますよね。例に。そしてレイジング横のスパイシースモークチキンレッグも列ができてます。ここもいつも長いけどチュロスと一緒で結構ねお会計早かったりします。インディージョーンズシステム調整です。今日はさっきも海底2万マイルもシステム調整だったんですよね。今日は9時閉園なのでどこかのタイミングで動いてほしいです。ロストリバーデルタも結構人多いな、歩きづらい。多いですね。ここユカタンソーセージドッグだからちょっと列ができてる。ユカタンソーセージドッグ食べたことあります？ないですか？昔食べましたね。美味しいですよね。僕も大好きです。パンがいいですよね。ちょっと硬さがあって程よい感じで、小腹空いた時に最高。そう、わかります。歩きからな、C は特に。なんかでも今日見た感じ、なんかなんていうんだろう、持ち歩きできるフードがちょっと列できてません？そうですよね、さっきのチュロスしかり、ちょっと良い、ね、チキンもユカタンもだけど、ワゴン系がちょっと混んでるなって感じしますね。やっぱね、アトラクションがやってない分そこちょっと並んだりとか、ね、うん、してる方が多いのかもしれない。そしてインディージョーンズの横がグリーティングトレイルです。今日のグリーティングトレイルはエントリー受付制です。それではロストリバーデルタを出てポートディスカバリー入っていきます。もうすっかり15時ぐらい回ったのかな、西日になっています。だいたいね、今舞浜の日が落ちるのが17時ぐらいにはもう真っ暗になっちゃうので、お写真撮りたい方はできたら13時から15時前後がおすすめです。わ、てかシーライダー何この列。すごいですね。ちなみに反対側があれなんですよ、またワゴンなんですよ。あ、そっか。左側ワゴン、右がシーライダーの列。さっきオープンセサミで食べたチュロスはここでも売っています。あとね、寿司ロールがね美味しくておすすめです。あとは緊急事態宣言が明けて生ビールも帰ってきています。営業時間は TDR アプリで日によって変わるので、あの来た日に TDR アプリで運営時間の営業時間の確認をお願いします。シーライダーも列が長くて20分待ちです。
それではポートディスカバリー出てケープコット入るんですけど、浮山の列が相変わらず長い。今日はやっぱりさっきと同じお話だけど、だからラファエルさん見ててもやっぱりワゴンが長いですよね。めっちゃワゴンにずらずらずらーってお客さん並んでて、ね、なんかいつも絶対並んでるなって感じ、うん、アトラクションよりもワゴンじゃないですか今日、うん、本当になんか、うん、なんでこんな並んでるんだろう、不思議なぐらいワゴンにバーって並んでて、なんですかねあれ、うん、ここもなんか待ち列で来てる、なんなんだろう、フリグリかな、グリーティングかな、ここなんだろう、ショップに入るから列、あ、ショップ？え、アートブックスビレッジストア並んでんの？ビレッジストアにこんな並んでんの？ニュー。ペグおばさんのお店。ペグおばさんのお店がすごい並んでる。すごい。入館制限してんじゃないですか？もしかしたら。制限してて。はい、ということで、おばさん家の畑に来ました。芽キャベツや大根、スイスチャードとかあります。こっちは何がある？ケールとかブロッコリーとかキャベツとかもあります。はい、ということでケープコットクックオフはちょっと列できてるかな、すぐ入れそうですね、入れますね、けどこっちのクリスマスツリーはちょっと列ができてる、ツリーは長いな。やっぱりこの辺クリスマスの装飾多いから、ちょっとゲストが写真撮ってる方多いですね、うん、です全然クリスマスじゃないけど、やっぱ雪とかのイメージがあるからなんか。そうですね、レディソン、レディソン、レディソンみたいな、レディゴーレディゴーみたいな。本当ですね。ヘラクレスって書いてある。ここにヘラクレスって書いてますね。やっぱキャラクターの船とかも多いですもんね、アメリカのウォーターフロント。そうですよね、隠れキャラクターがすごく多くて、うん、多くて、うん、メディテレニアハーバーにヒューイ・デュイ・ルイがいたりだとか。あ、そしてドックサイドステージもエントリー受付制になってるんですけど、今クラリスが来てますね。この前違うキャラクターだったんだけど、エントリー受付当選してないと利用ができないです。それではこのままタートルトークタワーオブテラ人気アトラクションの待ち時間見ていきます。タートルトーク35分待ち、ハドソンリバーハーベストもクリスマスの装飾になってる。ダッフィーのスーベニア落ち着いたからか、ドックサイドダイナーこの前来た時行列だったけど今日は列できてない。タワーオブテラー待ち時間長そうだな。タワーテラみんな大好き。BGS 深いですもんね。BGS 深いですね。ですよね。ハイタワー賛成。タワーオブテラー35分待ち。今日もタワーオブテラーのツアー確認したんですけど、ツアー ABC あるうちツアー B は動いていないみたいです。もしかしたらこれから入園者数増えればツアー ABC に戻る可能性もありえます。それではタワーオブテラーメモラビリアで今売ってるカプセルトイ見ていきます。そしてカプセルトイちょっと列ができています。そしてタワーオブテラーの奥がトイストーリーマニアなんですけど、今日は残念ながら10時30分入園で撮ることができませんでした。トイストーリーマニアはスタンバイパス持ってる方のみご案内を行っております。通常の待ち時間はありません。そう、キャストさんも言ってる通り、トイストーリーマニアに並べる権利のスタンバイパスです。もう私は撮れなかったので今日は人権がないので乗りたかったなぁ、トイマニ。人権がないわ人権がないわそれではいつも通り最後にエンポリオで新商品のグッズ見ていきます。かわいいですね、クリスマスのボールペン売っています。エコバッグも再販しています。
20周年グッズももうほとんど在庫がないです。ぬいぐるみバッジあるのがデイジーともうチップとデールだけだ。そういえばもう幻って言われてたぐらい人気商品のバルーンのカチューシャが再販しています。東京ディズニーランド限定かなって思ったけど C でも売ってるんだ。ミッキーバルーンのバックチャームも再販しています。ミッキーバルーンのクッションも東京ディズニーシーで再販しています。20周年の追加グッズも種類が少ないです。そして昨日からかな、人気商品の花火柄の毛布が再販しています。おそらくこれもまた人気商品だからすぐ在庫なくなるので、もしこれから来る方見かけたらよかったら買った方がいいかもしれないです。花火の毛布と花火のカーテンも再販しています。ラッフィーの冬の新商品も数が少なくなってます。このねコスチューム欲しいんだよね。金額が7000円超えていてちょっとね悩みます。ダッフィーのサニーファンのグッズもまだ売っています。相変わらずリドアイル前のキャラメルのフレーバー大行列です。お取り扱いモンスターズインクのポップコーンバケットです。ベネツアンゴンドラのスタンバイパスの列すごい。40分待ち。ここが最後尾だ。最後尾こちらからになります。あ、いつもありがとうございます。東京ディズニーリゾートよりお知らせいたします。皆様とキャストの健康と安全のため、あ、来ました。ありがとうございます。グリーティングのエントリーも結構列できてますね。ミニーちゃんこんばんは。動画撮るね。動画なんだけど、あさってお誕生日だね。そう、おめでとう。うん、あ、プレゼント。角でいいかな。はい、角一本。ミニーちゃんにお願いがあって動画が欲しいんだけど大丈夫かな。ありがとう、ちょっと調整するね。いい、あ、ありがとう入れてくれて。よーい、スタート。あ、トナカイだ。バッチシ可愛かった。クリスマスタイム見てきたけど可愛かったよ。うん、また来るね。バイバイ。安全のため走行中はソフィシティアンフォーリングリフトリフト。
our trip and that you keep your hands, arms, feet, and legs inside while the train is in motion. And please, watch your children. ビクトリックレールウェイをご利用いただきありがとうございます。安全のため、走行中は立ち上がらないようお願いします。それでは、ポートディスカバリーからアメリカンウォーターフロントの活気あふれる街、ニューヨークへの旅をお楽しみください。7時頃になってくるとレストランが混んできて列ができています。今見たポルトフィーノも列がすごかったですが、20周年のドーナツを取り扱いのマンマビスコッティーズベーカリーも長蛇の列ができています。ありがとうございます。よいしょ、チケットありがとうございます。はい、お写真グループで1枚になっています。いいですか。はい、ではお進みください。ミッキーこんばんは。お客様が動画撮ります。動画なんだけど、あさってミッキー誕生日だよね。そう、誕生日おめでとう。さっきね、2時間ぐらい前にもミニーちゃんも行ってきて、そう会えたの。そうミニーちゃんにもおめでとう言ったからね。でミッキーにお願いがあって、大丈夫かな。あのミッキーだけの動画が欲しいんだけど大丈夫。ちょっと待ってね、調整するよ。行くよ、よーいスタート。おおすごい。わおバッチシー、ありがとうね。この後寒いからね。はい、ということでボルキーニアレストランに来ました。大好きな麻婆豆腐とご飯と、12月にね販売休止になっちゃう点心を頼みました。あとはね生ビールを買いました。生ビールね買ったのは理由があって、こちらラファエラさんとまた合流しました。はい、ラファエラさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでラファエラさんと最後お食事して、僕はもうサーリーに乗って帰ろうかなと思っています。夜のスタンバイパスそんなに並んでないね。ソワリン入り口近くだ。今日もミラコスタからペンライトを振る上級国民が多いですね。今日も上級民が多い中、アクアスフィアを通って帰ります。東京ディズニーリゾートよりお知らせいたします。
い、ということで現在時刻が8時50分、東京ディズニーシーのパークを一周してきました。クリスマス入って初めてのパーク一周だったんだけど、今回は9時入園じゃなくて10時30分入園だったんですけど、スタンバイパス対象アトラクションソアリンとトイストーリーマニア、今回インディージョーンズはなくて2つだけスタンバイパス対象だったんですけど、ソアリンしか取ることができませんでした。今日アトラクションのスタンバイパスソアリンがなくなった時間が10時45分なので、私10時31分で 10時30分入園だったんですけど、ソアリンのスタンバイパスギリギリだったんだ、10時45分、そしてトイストーリーマニアが11時48分なので、ソアリンを10時30分に取ったとして、次のスタンバイパスの発見が2時間後12時30分だから、クリスマス入った平日に今日東京ディズニーシーに来たら10時30分入園だと、ソアリンのスタンバイパスを取ったらトイストーリーマニアのスタンバイパスが取れなくて、トイストーリーマニアのスタンバイパスを取ったらソアリンのスタンバイパスが取れない、10時30分入園だと1つしかスタンバイパス取ることできませんでした。なのでやっぱり9時入園のワンデーパスポートの方がソアリン、トイストーリーマニアのスタンバイパス確実に取れるのと、他にもショップのスタンバイパス、アブーズバザールもやっていて、今回10時30分ではもう終わっていたので、アトラクションをがっつり楽しみたい、アブーズバザールのリルリンリンのクリスマスのゲームやりたいとかだったらワンデーパスポートの方がいいように感じます。まあ、今回はいつもねソアリンとトイストーリーマニア乗ってるし、10時30分入園で、まあ、時間延びて9時閉園だったんですけど、個人的には約11時間30分か入園していたんですけど、10時30分入園でもアトラクションそこまでがっつり乗りたいとか、ハーバーグリーティングが見たい、ご飯食べたいとかだったら10時30分入園でもいいんじゃないのかなって感じました。今回のパーク一周の動画でクリスマスの時期のディズニーシーの混雑状況や周りの服装だったり、パーク一周の動画がどこか参考になっていたら嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、トナカイグッド、チャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok 動画の概要欄貼ってあるのでフォローお待ちしております。それではバイバイ。